鹿児島市の磯海水浴場で来月の海開きを前に砂浜を維持するための海砂が寄付されました。今日午前、鹿児島市の磯海水浴場ではトラックで次々と海砂を搬入する様子が見られました。運ばれてきた海砂は建設用の砂利などを扱う鹿児島市の吹上工業が寄付したもので、今日と明日に搬入させる量はトラック66台分500立方メートルとなります。この会社は波で浸食された砂浜を維持整備するため毎年寄付を行い、環境保全に努めています。このような景観を守る、あるいは自然を引き継ぐという意味でですね、もう今回10回目になるんですけど、吹上工業さんの方に寄付していただいてですね、自然環境の保護等に大いに資するものというふうに考えているところでございます。今年からちょうどコロナも5類になったということで、また活気ある磯海水浴場、海開きができて、きれいな砂浜で遊んでいただきたいというふうに思います。鹿児島市の磯海水浴場の海開きは来月10日に行われ、8月31日まで開放されます。